和田さん、はい、ちょっと今日はまだ明るいんですが、はい、最近これだというエンタメ作品あれば、はい、ご紹介ください。海が走るエンドロールっていう漫画なんですけど、作者がタラチネ・ジョンさん。この漫画をね、実はまだ3巻までしか読んでないんですけど、身近な人から勧めてもらって、で気になって読んだんですけど、すごい面白かったですね。はい、65歳の女性が、簡単にあらすじを言うと、はい、夫と死別するんですよ。で一人で過ごしてるんですけど、でお昼自分でご飯作って食べてる時に、あ、なんか退屈やなって感じて、一人やし。そしたら、その多分テレビの下なんでしょうね、下の棚にビデオが入ってるんですよ。割と名作と言われるビデオが、はい、あ、そういえばその亡くなった夫と、よくあの人と一緒に映画見に行ったなみたいな。でなんとなくビデオ一本撮って、それをビデオデッキに入れようとするんですけど、再生できないんですよ、入らないみたいな、うん、入らへんわみたいなのがあって、そこからなんか散歩してたら近所の人とたまたま会って、なんかこうデリカシーにかけたご近所さんがいて、もう四十九日過ぎたんでしょみたいな、なんか早く趣味探さなきゃダメよみたいな、早いやろみたいなあーみたいな、でと思いながらも、なんとなく映画館昔よく行ったなで映画見に行くんですよ。でそこでたまたま美大のこう映像を専攻してる美大生と知り合うんですよ。でなんか始まる前にも一回こうぶつかりそうになってみたいな、で終わったってもぶつかりそうになってああみたいな。でその学生から見たら65歳、はい、今多分自分からしたらおばあちゃんぐらいの世代から、はい、あ、おばあちゃんこんな映画見るんですね、エモいですねとか言われて、で、まあ、その65歳の女性は海子さんっていうんですけど、海子さんはえみたいな、エモいって何みたいな感じなんですけど、があって、あ、なんとなくそこでね言われるんですよ。映画をやってる時に後ろで見てるその学生を振り返るんですよね、はい、で目が合うのかな、で見てましたよねみたいな、うん、客席みたいな、で映画の内容もそうやけど見てる人が気になるんですよねみたいな、映画を、はいはいはい、で分かります、僕もそうですみたいなことをなんかその学生は言うんですよね、はい、でじゃあみたいになるんですけど、そこで海子さんがその、まあ、学生は海っていう名前なんですけど、海と書いて海なんですけど、はい、呼び止めて、ちょっと家のビデオデッキが壊れてるからよかったら直してくれへんかみたいな、いや直せるか分からんけどってなんとなく来て、 でも直せて、はい、で、あ、こんないい映画あるんですねみたいな、あ、よかったら見ていくみたいな感じで一緒に見るんですよ、うん、そしたら見てる時に海子さんはこうすごいなんていうんですかね、こう感極まって、あの自分の大切な人と一緒に映画を見ることはできないんだってなってしまうんですけど、その学生にあなたって本当はこっち側の人間なんじゃないんですかっていう、映画を見たいというより映画を撮りたい作りたい側の人間なんじゃないですかっていう始まりから、でその後いろいろあって海子さんも美大に入るんですよ、65歳から。で自分のこれからの時間を使って映画を撮りたいっていう、で動き始めるんです。もちろんそれまでの予備知識とかないんですけど、すごいちゃんと明確な目標があるから、
まあ、いろんな理由を持って学生さんたちはその大学で学んでるんですけど、海子さんからしたら課題に対しての取り組み方とかで、うんみたいな、はっきりとは言わないんですけど、なんかあれこんなもんなんかなっていうのを感じたりするんです。うん、海子さんの方がなんて一生懸命というか、よしじゃあ今日みんな集まって撮ろうと思ってたら、みんないろいろ用事があったりとかして、でそこの違和感とか、うん、なんかなんでしょうね、自分だけ温度高くてとか、だからこそその最初に出会った海君はめっちゃ真剣やから、映像に対して海君と喋ってる時に、あ、なんかそうやんな、これでいいんやんなっていう確認ができるような感覚があって、で徐々にこのまあ映画を見る側で、夫と一緒に映画館に行くのが好きやった、家でも映画を見てた一人の女性が、そこから自分が作る側になってやっていくっていう作品なんですよね。これがね、なんか面白いんですよね。創作とはみたいなのもあるし、うん、なんか嫉妬じゃないけど、それは恋愛的な嫉妬というよりは、あの人は自分の作品に対してあんなに真剣やのにとか、こう空回りしてる時の自分とうまく走った分だけ結果出てるように見える誰かみたいなとか、なんかそういうね作品なんですよね。何やったかな。でまあいろいろその、まあ、海子っていう65歳の女性と、その学生のやっぱり映画を撮りたいってなってる会と2人を軸で進行していくんですけど、で途中で2人とももう絶対映画を撮りたいという強い思いを持つわけなんですよね。でそこにまた新たに、まあ、インフルエンサーとして有名で映像作品も出てる若者に人気の人が出てきたりして、でその人気のある人はやっぱり人気がある理由があって、もう結構死に物狂いでやってるというか、正確なセリフ忘れましたけど、なんか知恵度吐いてでもやるやろ普通みたいな、その自分が作品を作るためやったら自分自身を売ることなんてそんな当然なんじゃないのっていう、そのあこんくらいやっぱり覚悟持ってるやつがちゃんと自分が作品を作る場所を与えられるんやなっていう、うん、ことに気づかされたり、だからものなんとなく作りたいなって思ってる人が見るとめっちゃモチベーションが上がる人とめっちゃモチベーションが下がる人がいると思います。結構残酷な作品なんじゃないかなっていう、上がる人はどういう人かっていうと、あなるほどな、ここまで覚悟決めなあかんねやとか、あ周りの誰かのせいにして言い訳してたらあかんな、自分でちゃんと動き出して自分で責任持って、負けたら自分のせいで、うまくいったら周りに感謝できる、これぐらいの人間じゃないとなかなか誰も応援してくれへんし、自分の背中を押すような風が吹くこともないっていうことを体感で分かってる人間は多分これ読んだらテンション上がると思うんですよ。そうだな、じゃあ私のやってることは間違いじゃない、このまま突き進むぞみたいな、そして周りに感謝して応援してくれる人増やして、もう努力してがむしゃらに行くぞっていう人は多分テンション上がる。3巻までしか読んでへんくせにこんなこと言ってあれなんですけど。で一方でやりたいと、やりたいって気持ちあるし、周りにもやりたいとは言ってるんだけど、やれるとも思ってない、でもやれるっていう自分はもう少し保ちたい、でこっから傷つかへんように一応やったなっていうお土産を持って違う道に行きたい
って思ってる人が仮にいたとするじゃないですか、はい、呼んでられないと思うんですこれはなかなかシビアな現実も突きつけられるというか、もちろんそのこの作品の中に3巻までの段階で分かりやすくそういう人物が出てくるわけじゃないんですけど、あくまでも僕の頭の中で、あ、これ読む人によって全然受け止め方違うやろうなって、怒られてるように感じる人も、これ私ダメな方だとか、これあれ俺あかん方やなって思う人もいるんじゃないかなっていう。あとは結構時期によっても暗い方が違うんですね。そうですね、芸術論みたいな方にも行くんですけど、その、うん、まあ貝の本当の本音じゃないんですけど、こう貝自身が自分の本当の心の奥底にあるものをちゃんと引っ張り出してくる作業をせずに、ポロッと普段こう周りと会話してる流れで、ある映画の感想をなんかすごい メジャー映画っていう感じやったって言ったことに対して、海子さんがそのみんなが言うそのメジャーとかマイナーとかアングラとかって何なのみたいな、作品ってそのどれも なんていうかそういうカテゴリーで分けれるようなものじゃないんじゃないのみたいな、その恋愛映画やから見えひんとかってなんなんみたいな、僕もよく思うんですよ、恋愛小説は読まへんってんって、ちょっとこの なんていうんですかね、うん、別にいいんですけど、読まないっていう人はその人のポリシーやったり、例えば10作恋愛小説読んでどれも面白いって自分が思えなかったから、じゃあ確率低いんかなと思って読むやめとこうっていうのはすごい普通のことじゃないですか。いいんですけど、そしたら批評すんのは難しくなってくるかなっていうものを、自分の趣味とか自分の好みを語るのはできるけど、全体を通して、公平性を保ってクオリティを判断するっていうことに関しては難しくなると思うんですよね。だからほとんどのあらゆる大会の審査員とか選考委員っていうのは複数人がいて、一人が公平性を持ってどんなジャンルでも平等に見てってやる人もいれば、自分の好みでいったとしてもバランスが取れるような、それは運営側がやってるとは思うんですけど、うん、やっぱそれは指摘された時に会はちょっと、あ、確かにそのジャンルで好き嫌い言うのってどうなんかなみたいな気づきがあったりして、そういうのもなんかこう僕らもついついやってしまいがちというか、特に若い時とかそのシュールなお笑いが好きですっていう人がいたり、ベタなお笑いが好きですっていう人がいたり、でもそれってそうやって言っちゃってるだけで、全員突き詰めたらシュールな面白いネタが好きな人とベタな面白いネタが好きな人がいるだけで、シュールなネタが好きって言ってる人もシュールで面白くないネタよりはベタで面白いネタの方が好きっていう当然のことが抜け落ちてしまうから、そこが平等性に欠けるっていう、そこを指摘されたことを会話ハッとするわけですけど、なんかそういう会話にもどうしてもこういう作品が出てくるじゃないですか、はい、その度にみんな多分えとかえちょっと待ってみたいな、昨日の俺の会話やとか思う人もいるやろなっていう、考えさせられる、そうですね、僕はでもそういう作品がすごい好きなんですよね、こう不安に、ちょっと不安にさせてほしいというか、うん、やっぱりね、作品を作るっていうことは人のせいにしたらあかんし、
環境のせいにしたらあかんし、時代のせいにしてはいけない。で、周りにいる人たちにちゃんと感謝する。で、自分の好きなことをしっかりやるっていうね。高評価、チャンネル登録、お願いいたします。